ローン返せるの？そう嬉しいよ。ちょっと待ってください。ローンを返す番組なんですか？そんな番組ないぞ中島くん。返したいです返したい。返したい。楽なんだけども。僕の金額と合わせて3000万です。うん、おおそうかね。はい。ぶっちゃけたね。ぶっちゃけた。2人合わせて。大ヒット商品を開発して3000万円の住宅ローン完済を目指す番組ヤボラボ。番組開始から9ヶ月。ヒット商品の開発どころか負債ばかりが膨らんでいく中ちゃんと岡ちゃんだけど、そんな2人の前に今回一発逆転の大チャンスが舞い降りてきたの。さあ2018年、うん、最初のオンエアでございますよ。全然声張っていかないね。そりゃそうでしょう岡ちゃん、うん、この番組始まって半年以上経ちまして、うん、なんでしょうね、このローンを返すどころか、うん、負債だけが溜まっていくという、いろいろいろんな方に協力してもらって、うん、やってはいるのよね。やってる。バクテリアなんて今誰もやってないぞ。というか、はい、本当に触れなくなってますよね。いやいや、こぞってやってたのよスタッフさんとかね、もう身内も今一切やってない。SNS で2万点いったっていうのを見たら泣きそうになるし、うん、ありがとうございますっていうね。まあいろんな人に協力してもらってるけども、いやちょっとねやっぱ煮詰まってきてる気がするんだ。そうなんですよ。だから2人でいろいろ考えても限界があるんで、ちょっとねいろいろ私たちみたいにいろんな発明とか野望を持った人たちがいるんですか？いたのよ。え、たくさん。本当にそんな方が集まるイベントにちょっと僕行ってきたんで、ちょっと中ちゃんもちょっと、はい、ご覧ください。わかりました。そう、なんとここ福岡市科学館でお金儲けをしたい人たちが集まるとんでもないイベントが開催されていたの。山本さん、それがイベント名ですよ。え、どれですか？これ、うん、作るとボリューム4、誰でも参加できるものづくり博覧祭。へー。で、こちらのサイエンスホールで何か皆さんいろいろ展示、うわーすっごい人いっぱいですよ。お金儲けのイベントというのが誰でも参加できるものづくり博覧祭スクルトっていうイベント。学生から企業まで40以上もの団体が参加し、おのおのが開発した製品を披露し合う、ある種発明品自慢大会みたいなイベントなの。でもそこには一攫千金を夢見たマニアックな発明品が大集結していたんだ。こんにちは。なんかこう、これ、あ、これはドローンですよね。手作りのドローンです。あ、これ手作りで作ってるの？皆さんのこのグループは何のグループなの？はい、高専パボラボ、パボラボ北九州高専の皆さん。いや、北九州高専の学生さんなんですね。で、この可愛いワンちゃんは、これは最近有名なあの、花ちゃんっていう、はい、匂い の計測をする。え、このぬいぐるみは匂いの計測してくれるんですよ、はい、例えば足の匂いとかを、はい、匂いの強さに応じて反応を変えるっていうロボットになります。うわ、なるほど。今こっちのね、ビジョンにも出てますけども、はい、例えば私の足の匂いとか大丈夫？もちろん大丈夫です。ぜひ。この匂い計測犬ロボット、はなちゃんは匂いの強さで様々なリアクションをしてくれるとっても賢いロボット。なので早速、おかちゃんの足の匂い計測してもらったの。え、ここでいい？今持ってていいですか？はい、はい、じゃあどうだ？どうだ？嗅いでますね。可愛く嗅いでますけど。あら、止まった尻尾が。あ、おお、死んだ。お亡くなりになってヒクヒクしてる。そんな強い。あれ、これは匂いが強い時に、うん、あの気絶したっていう動きになります。お亡くなりになったんじゃなくて気絶したのね。気絶です。はい。へえ。お金の匂い。ちょっとこう、やっぱりこういった商品は知ってもらってなんぼだと思うんですよね、はい、そのためにはやっぱこうメディアの力、はい、ぜひ大事だと思うんですね。ぜひお願いします。おとりあえず握手。とりあえず、はい、乗っけて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 、こういうのやるよ。こう、へー、知らないものがいっぱいありますよ。これ何ですか？
焼き？何これ？お姉さん、はい、ソレノイドっていう電気部品がありまして、ソレノイド、はい、はい、こういうモーターみたいな電気部品なんですけど、はい、ソレノイドはこういう直線運動が得意な電気部品で、うちはあの飯塚の企業でモーターばっかり作ってる企業なんですけど、はい、会社名どうぞ。高萩工と言います。へー、高萩光さん、はい、高萩光です。ちょっともう本当にまず握手していきましょう。ありがとうございます、はい、いやー高萩光さん、その、はい、普段はどういったものに使われてるんですか？そうですね、あのドアのロック機構によく使われていて、あと最近だとスーパーのレジで、はい、お釣りがザラザラってこう出てくる自動で、ね、はい、出てきますよね。ここにソレノイドが入ってこの丸い部分ですか、はい、はい、例えば15円のお釣りだとすると、はい、こういう風にソレノイドが落ちて引いて小銭がこうザラザラっとこう出てくるっていう。へー、じゃあこういった機能が知らないけども、そうなんですよ、いろんなところに使われている、はいはい、で日常も役に立っていると。そうなんですよ。うわー、これはすごいですね。あと66機種、はい、269製品のラインナップ、はい、工場直販のネット販売をやってます。これネット販売、はい、でそこであのソレノイドを使ったコンテストを実はうちやってまして、はい、ソレノイドコンテスト、ソレコンっていうソレコン、そうだ、ソレコンの作品がちょっとこちらにあります。へー、面白い。例えばあのふりかけを使うときに最初こうやって振るじゃないですか。あ、やりますね。それがちょっと面倒くさいということで、うん、開発されたのがこのようにこれでも振らなくていいよってこっちの方が絶対早い。こっちの方がね、裏がこのようになっていて、はい、上の方でふりかけを挟んで、はい、下のソレノイドで振るっていう。あ、だからあの突起が、あ、今見せてください、はい、ほらこのように、ソレノイドが出し入れ出し入れすることによって、それに押されたふりかけが振ってくれるっていう、こういう動きになると。そうです、面白いけどさらに会場にはこのソレノイドを使ってすんごい発明をしちゃった男の子がいたの。これがまた面白いですね。ありがとうございます。これ何というものですか？はい、こちらがですね、あの論文守るくんって言いまして、はい、あの全自動論文保存機です。はい、あ、今出てきましたね。まあ引っ込みましたけど、え、あのさっきお姉さんがソレコンっていうことも言ってたんだけど、あ、そうですね、あのこちらがあの第2回のソレコンですね、あの2年前で、はい、こちらで、ソレコン大賞をいただいた作品です。へー、これは論文守君ということなので、これもう今僕ピーってきたんですけど、あのいろいろデータとか論文とか打ってて忘れちゃうんですよね。そうですね、保存のし忘れでなんかデータ消えちゃって、あーってなることがよくありますよね。はい、それを未然に防ぐためのマシンです。あの保存のショートカットキーっていうのがこのコントロールキーと S キーなんですけど、これを順番に押すんですね。ソレノイドが、はい、だから論文を守ってくれるんですね。そうですね、もうこれでみんな論文を消さずに、はい、穏やかに書くことができます。はあ、これって商品化は？こちら商品化はしてませんね、はい、売ってはいません。あ、売りません？売っちゃいますか？うわー、 3D プリンターですよ。ほら、薄いものをなんか作ってます。この波線になってますけど、でね、これができたら多分こんな感じになるみたいです。これちょっとサイズちっちゃめですけど、もう超薄くて軽いですよ。もちろんつなぎ目ないですからね。こちらの会社はどんな会社なんですか？あの展示の方で 3D 関係 の、 あのこういう機械を販売してる会社ですね。クラフトハウスといいます。だからこれはあの人も取れるハンディタイプになってますので、ね、あ、わこれ、これはだとこう取って、ええ、そのデータをプリントすればあの複製ができます。私の、はい、できますよ。こちらのお父さん、このハンディタイプの 3D スキャナーを使い、とってもくだらないものを作っちゃったの。実はこういう風に、これ私なんですけど、おわ、すごい、自分で自分の銅像を作りました。すごいこんな感じで、そのハンディタイプの 3D スキャナーで本人を取るとデータができますので、それを 3D プリントすると、これはあのペットボトルキャップなんですけど、本当だ、実際に使ってるやつ。これ使ってるんですか？
あのうちの息子が私のペットボトル勝手に飲むので、ええ、これをつけとくと飲まなくなったりこれは俺のだよって。そうです。これ面白いね、はい、お金の匂い。これちょっとお金の匂いだ。匂いします。あ、そうです。いや、ちょっとね、はい、はい、はい、よろしくお願いします何かの縁ですから、はい、そうですね。なんか 3D プリンター関係でお世話になることがあったら、はい、あ、ぜひご連絡をよろしくお願いします、はい、お待ちしてます。はい、あの前回、うん、去年の話になりますけども、前回あのボードゲームカードゲームを販売しまして、うんうん、これもまあね、触れたくないぐらいの一発当てれば億万長者も夢じゃないボードゲーム業界。ゲーム会社社長福島さんの全面バックアップのもと、2人は3種類の新型ボードゲームを開発したのよね。そして日本最高峰のボードゲームの祭典東京ゲームマーケットへ乗り込み、初参戦で70個売れれば成功と言われる中、倍以上の155個もの販売に成功したの。番組を見ていたある企業の社長さんからとんでもないオファーがやってきたの。オファーがありました。え、何言ってんのいやいやいや、だからそれは前回の放送見て、大丈夫そこ乗っかってこっちが不安だよ。いや、ありがたい話よ。ありがたい話ですよ。めちゃくちゃありがたい話ですけども、どういう状況なんですか。僕ら本当心がささくれてますから。そうだよ二人とボードゲームを作りたいとオファーしてきたのは、何でもプロジェクト管理に関わるという会社。何その業態、全然わからないよ。何その業態は。プロジェクト管理、何その業種、全然わからないよ。あ、でもめちゃくちゃでかい会社じゃないですか。名前聞いたらはーみたいな。おー、ね、まあまあ、会社名聞いてもいいんですか。ヌーラボっていう会社です。ヌーラボ、え、でもヌーラボって何、ヌーブラみたいなイメージになっちゃうよね。イメージになっちゃいますよね。ヌーだよ、ヌーラボ。ヌーヌー、規模感知りたいな、規模感知りたいな。というわけでヌーラボってどんな会社なのかチェックしに行くわよ。まずは本当ビルディングの外観、ビルディングは大事ですよね。どんな会社の外観なのか、言うたらそのどういった建物、マンションに入っているのか。うん、で、マンションに入ってたらもうアウトです。マンションに入ってたらそれはビルディング、ビルディング。どんなビルディングに入ってるかっていう、何階なのかとか含む。ヌーラボ。このビルディング。これぐらいだと嬉しいですね。そうだね。立派なビルディングだね。お願いします。なんだ。大名一丁目、このビルジングも洒落てますよ。あったあったぞ。いや、でかいでかい。うわ、これだよ中ちゃん。でかいでかい。ヌーラボ、わわわわわ、立派立派、洒落た建物だよ。いやいやいや、立派だよ。え、これマンションとかじゃないですよね。ちっちゃいビルから。あ、なんか見てる。あ、今なんかいた。あ、なんかなんかいた。あの男性、外国人の方じゃない。女性の方もいらっしゃる。ヌーラボの方ですか。ヌーラボですよ。おお、間違いないぞ。おい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 、すげえぞ。え、新しいパターンだぜ。しかも外国人の方がいるっていうのは、そう、ちょっと外資系の匂いもするし、するするする、ワールドワイドの展開をしていることもある。おお、行こう。ビルの佇まいと謎の外国人登場に儲かっちゃってる感をビンビンに感じた二人。早速ヌーラボへ潜入よ。うわ、かっこいい。かっこいいわ。サクセスだよ。あー、かっこいい。アメリカの IT 関係の会社の雰囲気ありますよ。ほら、もうミニ卓球台があって。株式会社ヌーラボは2004年に福岡で設立。それからわずか14年で東京、京都、海外にも拠点を置く大企業にまでなっちゃったの。そして現在世界中で働くスタッフは100人以上なんだって。失礼します。どうも。あ、どうもどうもどうも。ヤボラボの中島と岡本です。はい、あ、どうもどうも。何
こと。あ、すいません、まあ、こっちはなんか広いスペースがあって、え、ドラムがあったりだとか。まあ、え、あそこはもうあれなんだっけ、あれなんでダーツが分かんないんですか。ダーツダーツ、いやー、あー、どうも皆さんこんにちは。若いちは若いで人たちばかりで、どなたにお話を聞いたらいいんでしょうか。もう明らかにほら、あ、やっぱそう、もうそうですって、わざわざ社名の入ったパーカー着てるんですよ。それはもう間違いなく、あ、そういうのいらないんですよ、僕らは。そういうので苦しんでるんですよ、我々。そういうことをしたいためだけに来たんじゃないんですよ。お名前なんとおっしゃるんですか。株式会社ヌーラボの橋本正則と申します。よろしくお願いします。正則さん。正則です。正則さんはおいくつなんですか。今41です。そうか。あ、会社ではどういった立場の方なんですか。うん、代表をやってます。CEO ってやつ。そうです、そうです。はー、分かってありがとうございます。ここは自社ビルになるんですか。ここ借りてます。7フロア全部。はい、そうですね。福岡の中心地だからかなりの額になるよ、借りるだけで。そうですね、笑ってるで。これは面白いですね。面白いこと全然言ってない。面白くないですよ、僕ら本当にお金儲けしなきゃいけない、はい、そうですよ、はい、今回はちょっとね、値踏みしに来てるな感じなんですよ。あ、そうなんですね。そりゃそうですよ。でもちゃんと頑張んないといけないんです。会社紹介のコーナーじゃないですからね。はい、そうですね。我々今までそういうことを、そういうテイスト出まくってるよ。一緒にカードゲームとかボードゲームやりませんかやったら、はいはい、こいつら本当にニコニコ普通に来るんだってっていうふうに思ってません。はい、ちょっと、ちょっと思ってます。だからそうじゃないんですって、はい、そういうことじゃないんですよ。根掘り葉掘り聞かせてもらいますけど、はい、まずお隣の女性は誰なんですか。なんで急に現れてるんですか。いきなり根から行きましたね。ね、ね、誰だ。後方のメギーです。メギー、はい、メギー、はい、あ、でも愛称でメギー、メギーなんてこと。社内が一応あの外国のメンバーが結構いるので、なんかそのイングリッシュネームみたいなのつけるっていう文化がなんかあって、イングリッシュネーム、メギー、はい、メギー、はい、あのね、ベランダから外国人がヌーラボでーすって言ったから俺たち勝手に俺たちあの人が CEO だCEO がいたぞっつって。え、あの方は、代表の秘書というかアシスタントをやってる。へー、ピンバンボン、ピンバンバボン、ピンバンボン。ヌーブラがどうも邪魔するんですよ。ヌーラボヌーですよ、はい、ヌーラボの NU は NULL でなるって言って、はい、あ、はいはい、何もない、あ、そこから何かを作るラボラトリー研究所、あ、略してヌーラボ。あ、ゼロから、まあ、1、はい、それ以上のものを作っていくと、はいはい、そうです。へー、どんな会社なんですか。本当若い皆さんが活躍してるっていうのは分かるんですけど、うん、プロジェクト管理っていうふうにしか聞いてないんですよ。はいはい、その、企業さんに対して、うん、あのプロジェクト管理をするツールを提供し、インターネットで提供している会社です。契約は何社ぐらいとしてるんですか、そういった。今ですね、プロジェクト管理ツールの方は6000社ですね。え、このヌーラボさんが6000社。そうですね。え、本物だぞ。そうですね、全国、全世界。全世界、え、外国も。はい、例えば外国はどこ。例えばアメリカとか、アメリカとか、カナダとか、カナダ、台湾とか、台湾、台湾とか、はい、日本の企業とかどうですか。いや、日本の企業って一瞬我々がすぐ分かるような、三井住友銀行さん。おーおー、来た来た、ビッグネーム。あ、ドコモさんか。ドコモさんも、はい、天下のドコモさんね、はい、すげえ。すんごい大企業とも取引してるみたいだけど、このヌーラボがやっているプロジェクト管理ってそもそも何なの。はい、プロジェクトって何だろうっていうのですけど、はい、プロジェクトっていうのは、決まった目標のためにチームみんなで仕事することです。うん、なのでゲーム作るとかイベントをやるとか、また僕たちソフトウェア作ってますけど、そういうのもみんなプロジェクトです。はい、あ、でプロジェクトってどんな人がいるかっていうんですけど、はいはい、ちょっと普通マネージャーっていう人がいます。マネージャー、管理者ですね。管理者ですね。はあ、でマネージャーっていうのとそれ以外のメンバーっていうのがいて、はい、で大抵作業をお願いしますって言ってメンバーの人がやりました、
終わりました。あ、マネージャーの方から作業をお願いする。マネージャーの仕事は、関係者ですね、他のチームだとかお客さんとか、うん、自分とこの会社の社長とかと調整したりする、はいはい、っていうのがマネージャーの仕事で、でその仕事がプロジェクトを管理って言います。はあ、マネ、うーん、2人の顔が険しくなってるわよ。とってもややこしいんだけど、仕事を円滑に進めるためにマネージャーが行うプロジェクト管理、それに役立つソフトを作っているのがヌーラボって会社なので、ですね、で、まあ、今、まあ、こんな感じ、プロジェクト管理ってこうだよって話したんですけど、最後の方でちょっと分かんなくなったじゃないですか、うん、はい、そうですね。で、そこがいつもですね、お客さんと話してやっぱり課題になるんですよ、なかなか理解していただけないっていうのが、うんうん、そこを解決するにはどうしたらいいかなと思って悩んだ挙句、もちろんヤボラボの放送を見ながら、うん、はい、ゲームで理解することできるんじゃないかなと思って、うんうん、じゃあ今回あのゲームを作りたいんで、お二方の経験をぜひ活かしたいなと思って。そう、うん、あのプロジェクトに分かってる人がなんか作っちゃってるので、本当に分かりやすいかが分からないんですよ。知らない人から見たらそれでも全然分かんない、うん、っていうことが起きそうなんです。プロジェクト管理を理解してない中ちゃん岡ちゃんだからこそ、このオファーにぴったりだったってことなので、3つぐらい試作品ができてます。あ、もうあるんじゃない？ちょっと待って、じゃあ、こうなるともう、じゃあ俺ら関係ないじゃないですか。お二方の楽しさみたいなところを、そのボードゲーム、カードゲームに注入していきたいんですよ。なるほど。ということで、我々が遊べばいいわけですね。そうですね。世界中で80万人が利用しているプロジェクト管理に役立つソフトを作る会社ヌーラボ、ヤボラボと共同でプロジェクト管理が学べるボードゲームってのを作ることになったみたいなんだけど、まずはヌーラボが作った試作ゲームで遊んでみたの。タイトルはなんていうんですか？タイトルは魔王討伐プロジェクト。魔王系はね。ゲームのお題は魔王を討伐するっていうプロジェクト。それをみんなで協力してクリアするゲームらしいんだけど、二人の反応は？やっぱ2ターン目で真っ先に感じたのが作業感なんですよ。あ、でこれってプロジェクトだから当然作業じゃないですか、はいはい、ワクワクが欲しいんですよね、抽象的な言葉ですけどね。あ、そのためにはやっぱこうドキドキハラハラっていうテイストがあるとね、大逆転じゃないけど、みんなが同じ能力を持ってるから、うん、作業感がすごくあるんですね。でそれってプロジェクトってそういうもんであれば、6000社の取引先を抱えるヌーラボとのコラボが決定。世界中にいる80万人のユーザーの目に留まれば、億万長者も夢じゃないかも。ここは間違いない。本当にこれからますます大きくなる会社なんで、うんうん、我々は一生懸命お手伝いさせてもらって、はい、いい縁ですので、もう次こそは本当にプラスになるように。そうだね。住宅ローン返済のため新たに始まったボードゲーム開発、なんだかややこしい案件みたいだけど、次回中ちゃんと岡ちゃんが奇跡を巻き起こすの。その模様は来月のヤボラボでたっぷりお見せするわよ。それじゃあ皆さん、おやすみなさーい。